マリネさん。あ、その。ああ、ごめんなさい。すみません。みんな頑張っているのに抜けてしまって。いえ、僕は何もしていないので。その、大丈夫なんですか？時間がないのは駿河さんも野党寺さんも分かってますよ。お二人とも突然の救済は見たことがありません。今はきっとアイデアがないんだと思います。すごいですね。僕そういうの全然分からなかったです。プロの人もあんな風に言い合ったりするんだってびっくりするばかりで。ああ、そうですね。他の人はバカみたいと思われることでも、その人にとってはその人だけの大事なことってあるじゃないですか。私たちはちょっとそれが強いのかもしれません。ただそれはプロとか関係なくて誰にでもあると思うんですよ。誰にでもですか？どうしても譲れなかったり負けたくなかったり、もうダメな自分が嫌になったりとか。私も駿河さんに前からね、駿河さんの漫画見させてもらって、ああこの人すごいなって思ってたんですけど、あんなにかっこいい絵をあんなに早く迷いもなく描けて、もう本当にすごいなって。そしたらこう、うーんって思っちゃったんですよね。ダメですね、本当。そんなことないですよ。マリネさんの絵すごく人気あるし、ファンだっていっぱいいますよ。ありがとうございます。でも私自身は私がダメなことを知ってるからごまかせないんです。私が私に認めてもらうためにはできるものを書くしかないんですけどね。そんなの果てがないじゃないですか。でも楽しいことなんですよ。辛くて不甲斐なくて泣きたいけれど、でもやっぱり楽しいことなんです。楽しい、そうなんですよね。僕は